グレート・ホワイト・ブラザー・フットは、新知学や、ニューエイジに見られる概念で、選ばれた人間を通して、霊的な教えを広める偉大な存在とされる。同胞団のメンバーは、新知学の古代の知恵のマスターやまたは、アセンデッド・マスターとして知られる。その概念を最初に語ったのは、ヘレナ・ブラバツキであり、後に、新知学教会やその教えを継ぐた団体によって、発展、拡大された。 グレートホワイトブラザーフットからのメッセージを受け取ったと主張する人物には、ブラバツキの他に、ヘレナ・リョーリフ、アレ・スター・クローリー、アリス・ベイリー、ガイ・バラード、ジェラルディン・イノセント、エリザベス・クレア・プロフェット、ボブ・サンダース、ベンジャミン・クリームらがいる。悟りに至った、神秘化の秘密組織が人類のスピリチュアルな発展を導くという考えは、18世紀後半のカトリック神秘 カール・フォン・エッカルツ・ハウゼンが、その著書ザ・クラウド・ア・ポン・ザ・サンクチ・ュアリの中で語った。その中で彼は、肉体的な死の後も活動し続けたという神秘家たち、光の表議会と呼んだ。また彼は、キリスト教における生徒の交わりや、かつてヨーロッパで広く噂されていたバラ十字架や、イルミナティのような秘密結社の例を挙げ、存命の神秘家と死んだ、神秘家との間における共同体を提言した。 新知学協会の創設者であるヘレナ・ピー・ブラバツキは、その教えをアデプトから受けたものであると主張した。1877年の著書、ベールを脱いだイシスでは、そうした存在を、隠された同胞団のマスターたち、または、マハトマと呼んでいる。これらのグループは肉体を持つ存在と持たない、存在の両方から構成されているが、ブラバツキ、 はその中の地球上における代表たちとチベットで実際に接触したと主張した。同時に自身の霊媒能力を使いサイキックチャンネルを通じて教えを受け取っているという主張もしている。ヘレナ・ピー・ブラバツキー同様の考えはアセンデッド・マスター・クート・風味から新知学者のアルフレッド・パーシー・シネットに手紙形式で伝えられたいわれるマハトマ書簡にもある。 1881年に出版され、新地学の初期の発展に影響を与えた本書によると、インドとチベットのある神秘的秘密組織では、行位のメンバーは互いに、テレパシーで連絡をし、筆記や口頭によるコミュニケーションを必要としないと伝えられた。それは、霊媒が、死者の霊とコミュニケーションを取る方法に類似するものであり、後に論争を呼ぶ、転承の協議を含む本書も、 テレパシー的接触を通じて明らかにされたものだと、シネットは主張した。賢者たちによる秘密評議会という考えは、19世紀後半と20世紀初頭の秘境的協議において異なる名前の下で広く共有された特徴である。ウェイト・バンタロットの制作者であるアーサー・エドワード・ウェイトは、1898年の著書、ブラック・マジックと契約の本の中で、 真実と知恵を分配する秘密結社の存在をほのめかした。これを読んだ若きアレースタークローリーがウェイトに手紙を書くとエッカルツハウゼンの本を読むように指示された。それがもとで最終的にクローリーはグレートホワイトブラザーフットの地上的現れであるとされる黄金の夜明け団に入団した。黄金の夜明け団の中ではホワイトブラザーフットの教えは 秘密の狩猟と呼ばれる伝統的な秘境集団によって授けられたとされる。グレートホワイトブラザーフッドという名前は1925年のチャールズ・ w レッド・ビー・イーターの著書マスターと道の中で多く研究されている。また、アリス・エーベイリーは1920年から1949年の間にグレートホワイトブラザーフッドから多数の掲示を受けたと主張し、それらは アリス・エーベリー資料として本にまとめられた。グレート・ホワイト・ブラザー・フットという言葉が紹介されて以降、この名前は伝統に縛られず人類のスピリチュアルの発展に貢献するアデプトたちの共同体を指す総称な語として使われることがある。イギリスのオカルト研究家ダイアン・フォーチュンは少女と死者の両方のアデプトからなる共同体を指す言葉として使っている。 西洋神秘主義の伝統において儀式を司る魔術師はグレートホワイトブラザーフットをグレートホワイトロッチと呼ぶことがある。これは同胞団がフリーメイソンに似たイニシエーションのヒエラルキーによって構成されると考えられていることを示す。イギリスのオカルト作家ガレスナイトはそのメンバーをマスターズまたは内部平原におけるアデプトと表現している。 彼らは形の世界におけるスピリチュアルな進化に必要なすべての経験とその経験からもたらされるすべての知識を獲得した存在である。彼らの中であるものは他の惑星での高度な進化の道に進み、また他のものはこの惑星における周期的な進化で新残者を助けるために教えを説くマスターとなるが彼らについては ほんの一部しか人類には知られていないと主張した。バラ十字団は、グレートホワイトブラザーフットと、グレートホワイトロッジという二つの名前を使い分け、グレートホワイトブラザーフットは、グレートホワイトロッジの、学校、またはフラタニティであり、この道にいるすべての真実の学生は、同胞団の会員を目指しているとしている。アレスター・クローリーの発言の中には、 グレート・ホワイト・ブラザー・フットを彼の結成した秘密魔術結社、銀の星だと示唆するものもある。ブルガリアのグノーシスのマスター、ピーター・ドゥーノフは、彼の信者の組織をユニバーサル・ホワイト・ブラザー・フットと呼んだが、彼が西洋の秘境集団全体を言及していたことは明らかである。1922年7月7日に異端者として元コミュニケーションを取ったとき、彼は、 以下のように同胞団を擁護した。キリストが復活したかどうか、愛が正統派教会で受け入れられているかどうか、正教会にこの問題を解決させましょう。世界に一つの教会があります。しかし、ユニバーサルホワイトブラザーフットは、教会の外にあり、それは、教会より高いです。しかし、ユニバーサルホワイトブラザーフットよりもさらに高いのは、天の国です。 それゆえに、教会は第一歩であり、普遍的な白い同胞団は第二段階であり、そして天の王国は第三段階であり、現れるべき最も大きなものです。同様に、ブルガリアの教師オムロムマッケイル・アイボンホブは、今日もスイス、カナダ、アメリカ、イギリス、そしてスカンジナビアの一部で運営されている異端の難解な組織として、正式に、 フラテアニーテ・ブランシュニバーセルを設立した。グレート・ホワイト・ブラザー・フットという用語が、より広く普及していくのは、ガイバラードの著書、ベールを脱いだ神秘と、彼の提唱した、ヤむ運動による。バラードによれば、この、不滅の聖人と賢人による、同胞団は、変容、最短、焦点のイニシエーションをくぐり抜けた存在だと言われ、後にブリッジ・トゥ・フリーダム、サミット・ライトハウス、 不変勝利協会、テンプル・オブ・プレゼンスらによって、アセンデッド・マスターの教えとして、さらに拡大した。シェア・インターナショナルを創設した、ベンジャミン・クリームは、その著書がグレート・ホワイト・ブラザー・フットから、テレパシーで得た情報によるものだと主張した。1952年に、ブリッジ・トゥ・フリーダムのメッセンジャーである、ジェラルド・イノセントは、サナト・クマラがグレート・ホワイト・ブラザー・フットについて、伝えるとして、 以下の内容を話した。ブリッジ・トゥ・フリーダムのメンバーは、1954年7月4日に、サナト・クマラが、ジェラルド・イノセントを通じて、次のように述べたと信じている。グレート・ホワイト・ブラザー・フットは、グレート・ブラザー・フット・オブ・ライト、または、地球のスピリチュアル・ヒエラルキーとしても知られている。地球から、不死の存在に上昇した後も、依然として、 世界中で人々を見守り続けているアセンデッドマスターによる霊的組織である。レッドビーターはグレートホワイトブラザーフットには天国のホストのメンバー、善良な他の惑星からのメンバー、未上昇の土手を含むと話している。新知学者は彼らの伝える古代の知恵のマスターはグレートホワイトブラザーフットの名のもとに地球への奉仕を共に行うと信じている。 白という用語の使用は白魔法の使用を意味し人種とは無関係である。ブラバツキはその後期の教えでマスターとはヨーロッパ人ではなく民族的にチベット人かインド人だと説明している。しかし最近の会議的研究によるとこの記述は彼女がティーチャーのアイデンティティを隠すために使った記述だったことを示唆する。ほとんどのオカルトグループは グレートホワイトブラザーフットを非常に重要視しているが、中には、ブラザーフットに属するアセンデットマスターとの関わりを、自分たちの存在の根拠とするグループもある。中でも、最も顕著なのは、1930年代に、設立された、ヤム運動、ブリッジとフリーダム、普遍勝利協会、そしてテンプルオブプレゼンスである。新知学の教えを継承したこれらの団体にとって、 同胞団とアセンデッドマスターは、その競技の本質的な部分を担う。これらの情報を、疑わしいと考える人たちは、彼らのうち同胞団に所属する者が一人も、いないからだとする。同胞団を構成するアセンデッドマスターには、マスターイエス、サナトクマラ、孔子、釈迦、イエスの母、マリア、ヒラリオン、エノク、ポール・ベネチア、カンノン、サンジェルマン・伯爵、 およびクートフーミラがいる。彼らは地球上でのキャリアや違いをさておいて人類のスピリチュアルな幸福に貢献するために団結すると言われる。グレートホワイトブラザーフッドは人類の宇宙的運命の責任を個人的にも集団的にも担ってきた存在で地球上、地球外を問わない。ブラバツキの新知学的著作に触発されたニコライ・リオリフト その妻ヘレナ料理夫はアグニヨガシリーズの本を出版した。マスターモリアに触発されたと主張する彼らのコンテンツはホワイトブラザーフットとスピリチュアルヒエラルキーの作品について説明している。ありがとうございます。